これ昔やってなかった。あれ？いやもういつまでやっていただくのかちょっと見てたんですけどもというわけで、これあの前回私が完璧なアドレスをしたにもかかわらず、はい、中井プロがイチャモンつけてきて、はい、結果としてボールがあそこに入っちゃったわけです。そうですね、右の林に入っちゃったスタンスですよね。時系列がちょっと違うかもしれないけど、私の完璧なアドレスにもかかわらず、まあ、ボールが、はい、勝手に曲がり、はい、あそこの林の中、うん、そうですね、本来ならばこのスタンスだったら、はい、あそこにあのゼブラのピンのところに刺さるか、もしくは、はい、もっと完璧な打ち方をすれば、はい、遠くに見えるあのグリーン乗っかってるでしょ、ここからだったら、ね、そうですね、まあ、わずか340ヤードなんで、まあいけますよね。ちょっとこれ何がいけないんですかこれ。ということで、じゃあ多くの方がじゃあここでというよりはむしろコースにおいて、ですから練習場だったらマットがあります。ですからある程度クラブがどう入ってきてどう抜けていったらいいかっていうのはもう分かっています。ですのでまっすぐ飛びますが、コースに来た時にマットはないみたいなんで、じゃあマットでいいもん。というわけで、はい、マットでいいもん。マットデーモンはだいぶ昔にやりましたけども、マットデーモンは置いといていただいてですね、要はまずマットデーモン、はい、コースでやっぱり一番結果が出ない理由、うん、というのはやっぱりまっすぐは分からない、うん、どこに下ろしてどこに振り下ろしてどこから振り抜いていけば球がまっすぐ飛んでいくか、マットがないから分からない、うん、なのでここで何を皆さんするかっていうと、うん、手を使ってやはりボールに対してこう当てに行ってしまう動作がどうしても出てしまう、ですから手がボール方向に向かいすぎてしまってフェースが開く、こうリリースが遅れてしまう、結果右にスライスが出てしまって OB になる。ですからまっすぐ飛ばしたいという意識が強ければ強いほど手が先に先行してしまってフェースがターンせずに右に出てしまう、はい、じゃあ暫定的にご自身でどこに手が通ればボールがまっすぐ飛ぶのかというところをイメージしていただきたいんですね、はい、ここね、とすると、はい、そうですね、じゃあそこにフェースが入って抜けていくとなれば手の位置は当然ボールには向かってないですよね。途中からはこう腕と体の距離っていうのはほぼ一定のままでこう振り抜かれていく、じゃあこれをマットのないラインもないゴルフ場でどうやって再現するかということになるんですが、ここで一つまずフェースは打ちたい方向に向けます。ですからこれと全く同じイメージ、はい、でスタンスをこの場合フェアウェイとラフの境、左のですね、あの方向に少し向けてください。そうすれば少しオープンスタンスになる感覚になります。気持ちだけです。はい、ババ、はい、ババ、そうですね、ババアートソン、ババアートソン、確かに彼はまあ左利きですけど、うん、まあかなりオープンに、トリビロン、トリビロンもそうですね、かなりオープンに立ちます。で要はまず足元をフェアウェイとラフの境に向けてあげる、そう、はい、やってみましょう。まずあそこね、はい、あのフェースの面は今までと同じようなところで、まずフェースの面がこれで、はい、でフェアウェイとラフの間、そうですね、ですからそういうことですよね。ちょっと傘が動きます。こんなに、はい、これ、ええ、で何、要はこれであと何をするか、手元がその目標、フェアウェイの真ん中と、うん、ラフとフェアウェイの境、その真ん中にただ自分の腕を振り切るだけ、うん、そのイメージを持ってティーショットをしていただくだけですから、どこにフォローを出せばいいのかっていうのはもうとにかくアバウトでいいです。あのど真ん中とフェアウェイとラフの境、これ全部オープンだよね、これね、全然大丈夫ですよ。でじゃあこれをあえて外しますので打ってみてください。お、はい、ちょっとどうぞ。オープンスタンスってこれいくよ、どうぞ。ババ、ババアドさんです。はい、あー、はい、あー、曲がっちゃったけど、うん、まあ、あれ本当左行くと思ったらすごいね、はい、ちょっと今風が来た分だけ少しまだ、はい、右ちょっと飛んでしまいましたが、もう一個来た、はい、自然なボールが出てきました、はい、すごい、これ練習場みたい。そうですね、オートセッターみたいに出てきましたけど、ボールが、それでは、はい、まず、
フェースを、フェースはまあ目標方向で、スタンスはフェアウェイとラフの境に向ける。これ相当右向いてる気がするんだよね、うん、左ですよね、はい、あとは手元はその2つの間を通してあげるようなイメージ、うん、バーバー行くよ、バーバー、これ左側に向いた、はい、スタンス、はい、スタンスのラインだけ左、はい、バーバー、はい、うん、あらららら、うん、ちょっとでも実はそれでもほとんどちょっと今のまだ出玉が右に出てますけど、実はね、スライスはほとんどしない。もう一個あるんですよ、うん、前が俺のボールだから高いんだから700円ですよでスライスは確かにしないんだよあそこまで、うん、ナイスショっていう具合にいいんじゃない。これでほぼほぼフェアウェイ行きました、はい、はい。まあその狙ったそのセンターよりはやや右には流れていきました、さようならというわけじゃないんですけども、こういう形で振ることによって、例えばじゃあまあうまく下半身で打ててる人、そして何よりもちょっと上半身で打ちに行ってしまうような方、そういう方々も要はどこにフォローが抜けていけばフェースの面がまっすぐ戻ってくるかということの基本的なラインさえ押さえておいていただければ、まあそんなに大怪我せずにこう球を打つことができる、ティーショットをすることができる、ね、幅もあそこからすごい使いますもんね、うん、あそこなんか間違えてまっすぐ行っちゃってもいいやって気になるから、そうなんです。ですからあとはあのティーグラウンドをどう使っていくかということにかかっていくんですけども、まあ、それはまた次回ということで、まずはこの目標、スタンスの向き、そして手をしっかり振っていく方向、この3つのラインをしっかりフェアウェイに描いていただいて、ティーショットの方を、ぜひ皆さんトライしてみてください。バッパバッパ